ちらは横浜ユーポスが運営するクラウドガレージという店です。高品質な輸入車から珍しい、お車まで様々取り揃えておりますので、ぜひ皆様お気軽にお立ち寄りください。ご相談もお待ちしております。待ってます。ちょっといつもやって。皆さんこんにちはって言うね。はい本日もフラットさんが行く近い。お願いします。お願いします。いつもお世話になっております。清水隆平です。今日も黒光りしております。よろしくお願いします。だいぶ声が出てますそうなの、もうだいぶ声出てたでしょ。だって朝からずっと喋り続けてるんだから、喉が今慣れてますよ。今日はあれかな、この壁紙にはどこにいるのか分かるのかな。分かります。分かる、まあ、多分ね、このヘビー視聴者なんだと分かる。もう我々とズブズブな関係、ミツバチ保育園さんですよ、はい、ここはね、今日は、うん、実はちょっととある方を紹介いただいて、はい、とある方が来るんですよ、ここに来ていただくんですね。そうなんです。来ました。来たよ、ほらもう見た目ちょっとやばくない？すごい見た目じゃなくて、やっぱ外国人。キャサリンさんですかね。キャサリンさんね。どうぞ。はい、キャサリンさん。はい、でよろしいですか。バルーンパフォーマーのキャサリンです。バルーンパフォーマーのキャサリンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はありがとうございます。ね、そう、この辺りにお住まいなんでしたっけ。今日は風船の星からやってきましたよ。風船の星。はい、ちょっとごめんね。はい、だったらそういう感じで。あ、なるほど。はい、この後もそういう感じ続くかな。かしこまりました。一応僕らね、はい、高津区、宮前区、中原区のメディアとしてやらせてもらったんですよ。はい、で、今どこから来てる？風船の星ですね。星っていうのは高津区、宮前区、中原区だからですか？あ、そうですね、厳密に言ったら、まあ、中原区に近いかなみたいな。風船の星中原区っていうんですか。設定がブレブレでさ設定がブレブレなんだよいつ頃からそのパフォーマンスはやられてる。そうですね、風船の星の人たちは生まれた時からもう自然にその職業に就くことになっているので、うん、書いてました、設定設定とか言わないでください。設定とかじゃない。ぐらいの時からですか。そうですね、いくつというより今で13年ぐらいやってるかな。13年ぐらいやられてる。おなるほどですね。ちょっとなんかハングリングある感じです、ね、風船の星から今ここね、水の星に来ていただいてるじゃないですか。どれぐらいで、何で来られたんですか。あのバルーンバイクに乗って。バルーンバイクで座ってたんですか。せっかくバルーンアーティストとしてパフォーマンスしてやってるので、ぜひね、見たいなと思って。見たいですので。そう、はい、僕実は大道芸とか大好きなんですよ。あ、そうなんですか。はい、なので、はい、もう本来に来ていただけるというのバックアップしてます。ありがとうございます。ぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、一緒にやろうよ。ね、あ、いいですね、はい。一緒にやりましょう。ぜひぜひ。ね。それともリボンの、あれこれをここ
わ、なにこれ、ね、合体します。じゃあ、もうここの部分いりません。なので、空気減らします。はい、じゃあどうぞ。おい、なんだよ、すぐに喜びから悲しみ。はい、はい、腰水くん、アヒルです。アヒル、ね、どうだな、どうだな、この子ヒントを言うと、うん、生き物です。アヒルだよな。で、これね、うん、目です、うん、目はシールです。シールよね。そうなの。あれなんですか、その星にもシールが出るんですね。あ、そうですね、あの100均とかでも売ってます。100均どんなお顔になったのか見てもらいましょう。3、2、1、じゃーん、かわいい。正解がひよこ。ひよこだ。ひよこだよ、そうだよ。どうしたなって思い、あのキャサリンのお友達、アイコーです。あ、そうだ、はい、ひよこのドゥルドゥルという名前がついていて、風船の星に一緒に住んでます。なるほど、はい、出ましたよ、また設定。今日はのバルーバイティングと一緒にやってきましたね。なるほど、はい、今まさにここに着いたわけですね。あ、そうなんです。よろしくお願いします。遅刻しました、ごめんなさい。普段はこの、まあ、僕らのエリア川崎でよくパフォーマンスされるんですか。あ、そうですね、川崎も行けますし、まあ、関東関西が多いですけど、結構広いですね。そうなんです。今度はでも愛媛も行けますし、いろんなところ、お仕事のあるところに、全国、うん、そうですね、はい。で、僕、あの前にね、それこそなんかあの大道芸とかこういうののワールドカップみたいなのがあって見に行ったんですけど、そういう大会とかでやってたんですか。あ、そうですね、私はね、大道芸はしないので、うん、大道芸の大会は出ないんですけれども、はい、バルーンアートの全国大会っていうのが、はい、開催されていて、はい、そこでなんと、はい、去年パフォーマンス部門で、すごい、おめでとうございます。優勝ってすごいですね。ありがとうございました。あれですか、初挑戦で初めて出た。あ、そうですね、パフォーマンスコンテストは初めて出ました。すごいね。すごいですね。でもさ、ね、全国大会だからね、日本の、うんうん、だからもう間違いだよね、うん、星は日本にある。バレちゃいましたね、確かに。こらじゃあ今日は簡単に日本で作るものをね、はい、やってもらおうかなと思うんですけども、はい、で何を作るかというと、まず見ててください。はい、何を作るか。はい、はい、怖いんだよ。怖いですよ、ね、この音がね、もうなんか怖いですよね。こういう感じで、サウナンダ、そうなんです。これ顔で、耳で、はい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 、耳でっていう感じなんですけど、まさちゃんを作ってくれます。これ空気入れてる方側ね、はい、こっちからこうひねっていきます。なのでこれを左側にしますっていうの、はい、まず左手でブギュッとします。ちっちゃいわ、はい、で、うわこれ、はい、で、うん、回します。3回くらい回します。だからその顔なんだ。あ、でも回せた、回せました、うん、でもね、今の段階で、そうそうそう、手を離すとね、小杉さんみたいにこう戻っちゃうんですよ。戻っちゃった。なのでひねったら
そうです、そうです。はい、始まりました。割れそうって思うじゃないですか。うん、はい、こっち空気、まだ余裕ありますよね。なるほど、なるほど。そう、逃げてるんだ。そうなんです。ひでえことにこっち側に空気がいるから汗かいてる。珍しいよ、なって汗かいてるの。そうなんですか。同じ大きさの耳にしたいから、ここのところで、まあ大体わーここぐらいかなーってので、2回、2本、一気に。うわー、怖い、このひねり。あ、OK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 。できました？できた、ほら。あ、こっから離してんのかな、これ。あ、もう、こっから離してんのね。すごい、くっついたよ。そうです。ただ、ちょっと耳の長さちょっと変わっちゃったけど、これ、ほら。はいはい。これの繰り返しです。はい、今度、首、前足、前足。2本でひねるみたいな感じなんで、じゃあ、うさぎさんの首が、はいはいはい、これぐらいなんですか。丸ぐらいね。いちごよりちょっと大きいぐらい。おお、首、はい、いや、もう空気の先っちょがなくなってきたよ。そう、それぐらいですから大丈夫です。あー、怖い。あ、めっちゃシュラシュラ。ちょっと待ってよ、めっちゃ、これ合ってんの、これ合ってます、合ってます。はい、いいですか。はい、楽しいけど怖いね、これ。これ全然面白くないから、うん、キャサリンさんに失礼だから、うん、ちゃんと割ろう。どういう、どういう、ちゃんと割ろう。だから、もう割れる手でやるからね、この後、はい、いい、うん、割るんだよ、うん、じゃあ、じいさん、OK。 、はい、うん、この不安そうな顔。なんかそういうの苦手なんだもん。このまま、まあ、こういう感じ。え、いいことで、いいことで、うん、かわいい。指を立ててって感じが、見た方がいい。ギュッギュッギュッってやったらいい。いきますよ、見てた方がいい、見てた方がいい。おい、でっかじゃん。スカシップみたいなことしたけどね。このバルーンパフォーマンス以外でも、なんかその風船を使ってなんかやったりとかしてることって他にあったりするんですか。そうですね、3月ぐらいから、はい、KSP さんホテルありますよね。はいはい、もうすぐそうですね。そうです、そうです。で、そのホテルさんと一緒に、プランを作らせていただいて、はい、でそれをどんなプランかといったら、お部屋を例えば、お誕生日の時とか、あ、なるほど、はいはい、はい、プロポーズしたい時とか、ね、いいですね、結婚記念日とか、こうお部屋を開けたら風船で飾ってるみたいな、うん、感じのことをデコレーション的な。あ、そうですね。あと推し活とかされてる方は、推し活、好きなアイドルとかね。なるほど、推し活のお誕生日とか、みんなファンの人たちが集まって、うん、楽しむっていうのが流行ってる。そうなの。そうなんです。わかんない、わかんない。ぜひ、皆さん SNS をチェックしてください。概要欄にいろいろリンクとか貼ってきますんで、はいはい、ご覧ください。はい、ぜひ見てください、はい、本日もフラットさんが行く、ご視聴ありがとうございます。いいな、面白かったなと思う方、ぜひぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。